ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、信長を怒らせた家臣ランキングについて紹介していくぜ。信長って短気で有名よね。怒らせた人なんて、星の数ほどいそうだわ。短気でプライドが高く、厳格で気分屋だったと言われる信長。従う家臣たちは、相当大変だったようだぜ。全国各地の戦場へ駆り出され、休む暇がないほどだったとか。うわぁ、相当ブラックじゃない。とはいうものの、信長は能力主義で、功績を挙げた家臣はそれなりに優遇し、立身出世を遂げた者もたくさんいたとか。あら、そういう分別はあったのね。だが信長に貢献した家臣たちの中にも、何らかの理由で信長の怒りを買ってしまった者もいた。出世街道に乗ったからといって、安心できる相手じゃなかったのね。今回はそんなやらかしてしまった武将たちのエピソードを紹介するぜ。それでは今日もゆっくりしていってね。まずは、加賀百万石を治めた伊賀ドラマ利家と松でも取り上げられた、前田利家だ。晩年には豊臣政権の五大老の一人として、重鎮の立場であった利家だが、信長に勝るとも劣らない歌舞伎者で、若き日はかなりやんちゃだったんだぜ。歌舞伎者って、一体どんなことをしたの？わざと派手な女物のこそで起きて、街を練り歩いてみたり、誰彼構わず喧嘩を吹っかけてみたり、かなりの暴れん坊だったようだぜ。今で言うと、半グレって感じね。いや、そこまで悪じゃないぜ。ただ、戦国時代じゃなければどうなっていたか。どういうこと？利家の血気盛んな暴れっぷりは、戦で遺憾なく発揮されていたからな。当時は、元服してから初陣を飾るのが通例だったが、利家は、13歳にして自ら志願して戦に乗り込み、敵の首を取ってみせたんだぜ。中学1年生の子が、大人に混ざって騎馬戦しても、そうそう勝てるもんじゃないわよ。わかりやすい例えだな。主君である信長も、利家の有能ぶりを認めていて、まだ若者だった利家を、赤穂衆の筆頭にまで抜擢しているんだ。赤穂衆って何？信長を近くで護衛する、少数精鋭の親衛隊みたいなものだな。すごいじゃない。また同年には、前田家が預かっていた松を見初めて結婚しており、まさに順風満帆。この時は、人生バラ色だったはずだぜ。ん？この時はってことは、ああ、利家はやらかしてしまうんだ。これだから、苦労知らずの若者は、一体何をやらかしたのよ。ババ臭いぞ、霊夢。利家は、信長のお気に入りだった十阿弥という茶坊主を、信長の面前で切り殺してしまったんだ。自分の判断で殺しちゃったの？そういうことになるな。ただ、利家が全面的に悪いとは言い切れない。この十阿弥という人物は、日頃から主君の恩寵を重ねきて、家臣たちに横柄に振る舞い、侮辱しては恨みを買っていたようだ。うわぁ、最低な奴じゃないの。そもそもきっかけとなったのは、十阿弥が利家の愛刀に刺してある口蓋を盗んだことだった。口蓋は曲げの形を整える道具で、刀の装具としても使われていたものだが、利家にとっては、他に替えのきかない特別なものだったんだ。特別なものって？愛妻、松の父の形見だったんだ。それは当然、血眼で探すわよ。大切な口蓋がなくなったことに気づき、慌てふためき必死で探し回る利家。探してもなかなか出てこず、ひどくうろたえていたところ、十阿弥が盗んだらしいという話が耳に入ってきたんだぜ。腹綿が煮えくり返る思いだったでしょうね。ああ、ひどく憤慨した利家は、こうなれば、上様の御前で決着をつけるしかないと考え、信長に拝謁した席で、そばにいた十阿弥に問い詰めたんだぜ。それでどうなったの？すると十阿弥は、何の話やらさっぱりわかりませぬ。と、すっとぼけたんだ。なんて忌々しいの。噂で聞いたと言っても、しらを切り続ける十阿弥に、とうとう信長も口を挟んだんだ。十阿弥、それは誠か？もし持っているなら返してやれ。と、信長に言われたら、さすがに観念するわよね。いやいや、十阿弥はとんでもなく往生際が悪く、この後にを読んでも、盗んだものではなく、拾ったものだと言ったんだぜ。信長お前に嘘をつくなんて、どれだけ高飛車なのかしら。本当だよな。さらに十阿弥は、利家に対して決定的な言葉を口にしてしまったんだ。なんて言ったの？口蓋を大事にされるとは、前田殿のようなイノシシ武者には不釣り合いでしょう。どこぞの遊び目からもらったのですか？と。なんなのよこいつ。まだまだ十阿弥の悪態はまだ終わらない。思い出しましたぞ。これは奥方殿からもらったものでしたな。まあ、貧乏臭い口蓋に変わりはないですがな。それまで顔を紅潮させ、怒りに震えていた利家も、いよいよ我慢ならず、信長の前で抜刀し、十阿弥を袈裟斬りしてしまったんだぜ。誰だって堪忍袋の尾がくっつんするわよ。プライドをズタズタに傷つけられた利家には、同情しかないよな。だが信長の御前を血で汚した罪は、許されるものではなかった。その光景に大いに腹を立てた信長は、利家に出資停止を命じたんだぜ。
目の前で見てたなら、年家の気持ちも理解できそうなものなのに、自分の立場が大事なのね。こうして浪人同然となった年家は、他の武将に仕官する道もあったが、信長の元に復帰する道を模索する道を選んだんだ。永禄3年1560年の桶狭間の戦いに、年家は無断で参戦。敵の首を取って手柄を挙げたが、信長は決して年家を許さず、むしろ許可なく出陣したことを咎められる始末。そこは認めてあげてよ。それでも諦めない年家は、翌年の森部の戦いにも勝手に参戦。首取り足立の異名を持つ、足立六兵衛を打ち果たし、これ以上ないほどの戦功を挙げたんだぜ。ここまでやったら、さすがにね。ああ、面前へやってきた年家を、信長はようやく認めたぜ。やったわね。ただ、味方を変えると信長は、あえて年家に試練を与えるつもりで突き放したのかもしれないぜ。どういうこと？わしの前では決してつけ上がることは許さん。そんな意図が感じられる気もするんだ。その試練は、十阿弥にこそ与えて欲しかったわね。霊夢、信長が命を落とした戦を知っているか？本能寺の変でしょ？それくらいは知ってるわよ。その本能寺の変については、朝廷黒幕説や秀吉黒幕説、四国説など、最近では研究が進み、様々な説が取り沙汰されているんだぜ。本能寺の変といえば、明智光秀が起こした反乱じゃないの？信長の度重なる横暴に耐えかねた光秀が、ついに暗殺に踏み切ったという、光秀怨念説が、根強く語られているよな。他にも光秀が徳川家康の接待役を務めた際、腐った食材を提供したとして、役目を外されたという話もあるが、これは川澄太閤記などの信憑性が低い書物に書かれたもので、史実としては否定されつつあるようだぜ。そんなにいろんな説があるなんて、知らなかったわよ。とはいえ、信長と光秀の間に波風がなかったわけでもない。何かしらのきっかけで信長の怒りに触れたことで、徐々に両者の溝が深まり、光秀が爆発したと考えられなくもないんだぜ。怒りの許容量を超えちゃったのね。そういうことだな。まず、光秀が信長の怒りを買った原因の一つに、光秀の勝手極まりない振る舞いがあったとされている。稲葉一徹の家臣だった斎藤利光を、許可なく召し抱えたという出来事があったんだ。それってそんなに起こることなの？信長の許可もなかったが、元の主である稲葉家にも断りなく、利光を臣下にしてしまったため、稲葉家からの再三のクレームに止まらず、信長を巻き込む問題に発展してしまったようだな。それはちゃんと手順を踏まなきゃダメよねー。武功を挙げても正当に評価をしてくれない。稲葉家に不満が募って光秀の元に逃げ込んだ利光が、惜しくなったんだろう。稲葉家は信長に泣きつき、利光を返してもらうよう懇願したんだぜ。信長にとって、お馴染みの出身である稲葉家とのいざこざは避けたいところ。分別のある光秀なら主の意向に沿うはずだと考え、仲介役を買って出た。ところが光秀は、予想に反して信長が説得しても首を縦に振らなかったんだ。それはちょっと調子に乗ってるかも。案の定、怒った信長は、わしの申すことが聞けぬのなら、いっそと利光を切腹させよとまで言い出す始末。ここまで言われたら、さすがに受け入れるわよね。いや、切腹は免除されたものの、それでもなお食い下がったんだ。利光は優れ者ゆえ、必ず八尾だけのために役立つことでしょう。と。光秀も相当な頑固者ね。信長もここまで言われたら、返す言葉もなかったんだろう。結局は光秀の主張通り、利光は家臣として召し抱えられたが、この出来事によって、信長と光秀の関係にひびが入ったことは確かだ。命令に背く家臣を簡単に許すほど、信長は甘くないからな。そりゃそうでしょうよ。またその後も、光秀の小賢しさは目に余ったようで、一度も連れた感情のわだかまりは、後々まで尾を引いたようだな。頑固者同士だから、仕方ないわね。また宣教師のルイス・フロイスは、日本史の中でこう記録している。家康の接待役を命じられた光秀と信長が、その段取りについて相談していたが、光秀が言葉を返すと、信長は立ち上がって怒り、一度か二度にわたって、光秀を足蹴にした。と。これは、大河ドラマ麒麟が来るの中でも登場したシーンだな。もう冷静に話せないほどこじれていたのね。フロイスは、この一件を噂で聞いたと書いていて、信憑性は今一つだが、そもそも何もなければ噂など立たないからな。光秀が何かをやらかしては信長が激怒する光景は、珍しくなかったんだろう。他の家臣たちも、端から見ていていつもハラハラしていたでしょうね。二人の関係性から、本能寺の変の原因が、光秀の怨恨だったと判断するのは早計かもしれないが、感情のわだかまりが、暴発の導火線になったのだろうと想像できるよな。信長の家臣といえば、羽柴秀吉柴田勝家明智光秀あたりが有名だな。歴史の教科書でも見た名前ね。
彼らほど有名ではなかったものの、同じように大抜擢を受けた家臣がいるんだ。それが万直政なんだぜ。あまり聞かない名前ね。どんな人物だったの？直政は信長に仕えた当初は馬回りだったが、その後は前田利家と同じ赤穂衆に抜擢されている。信長に認められたってことね。ああ、信長が上洛を果たした永禄11年1568年以降、めきめきと頭角を現したんだぜ。ただ、直政が戦で華々しい武功を発揮したという記録は残ってなくて、どちらかというと、政治や行政面で才能を発揮した人物のようだ。ええ、万能な人だったのね。また直政の妹が信長の側室だったことも、直政の出世に関係してなくはないだろうな。はいはい、なるほどね。そして直政は、天正3年1575年、南山城大和川内の3カ国を任される立場となり、備中の神にも任命されている。当時、直政ほど広い領土を与えられた家臣はいなかったんだぜ。さらには九州の名族、原田姓も与えられている。このことからも信長の信頼が厚く、期待された家臣だったことがわかるな。でも、彼もやらかしちゃうのよね。そうなんだぜ。直政は、なんともあっけない最後を遂げるんだ。天正4年1576年、信長は大阪本願寺への攻撃を本格化。一手の大将を命じられた直政は、天王寺砦を拠点として戦に臨んでいた。ところが敵は、思いのほか優秀な火力を持っており、先陣を切っていた三好康長の軍が、崩れ始めたんだ。直政軍も踏ん張ろうとするものの、勢いを失った味方は次々に逃げ出すばかり。物ども支えよ退くな。味方を叱咤する声も虚しく、直政は混戦の最中に討ち死にしてしまったんだぜ。戦場はあまり得意じゃなかったようね。その後、勢いづいた本願寺軍によって、天王寺砦は包囲されたものの、光秀の頑張りや信長の救援によって、なんとか戦線を持ちこたえたんだ。もう少し早く駆けつけてくれてればねー。そうなんだが、問題はここからだぜ。え？直政はもう死んじゃったわよ。信長の怒りは敵軍ではなく、直政ら一族に向けられたんだ。どういうこと？本願寺は大将である直政を討ち取ったことで、戦に勝利したと吹聴するに違いない。それが信長には我慢ならなかったようだな。またしても自分のプライドか。直政の側近だった三輪美助や、万馬五四郎らは捕らえられ、さらに信長は、筒井純慶に命じて、直政から預かったものを没収させて、一族郎党に宿を貸すことを禁じたんだ。せっかく生き延びたのに、こんな仕打ちないわよ。こうして直政の一族は、敗戦の責任を押し付けられて没落していった。なぜ信長は、こんなに非情な措置を取ったのかしら？そうだな、理由ははっきりしていないが、なかなか進まない本願寺攻略に苛立ちが募って、その矛先が討ち死にした直政に向けられたんだろう。そんなの直政だけの責任じゃないでしょ？行政が滞ってから後悔したって遅いんだから。天正6年1578年、織田家の重臣として摂津を任されていた荒木村重が、突如として反旗を翻し、有岡城に立てこもる事件があった。戦国時代ゆえ、謀反が起きても何ら不思議はなかっただろう。しかし村重は、重臣まで上り詰めた地位を、自ら貶めてしまったんだぜ。地位や名誉よりも大事な何かがあったのかしら？ドラマティックな言い方だな、霊夢。信長の説得にも頑として応じず、攻戦の構えを崩さない村重。そこに茨城城の中川清秀や、高槻城の高山右近が味方し、さらに毛利家の援軍が加われば、勝ち目があると睨んだのだろう。皆さん意外とあっさり信長を裏切るのね。いや、そうはいかなかったんだぜ。肝心の中川高山は、結局信長に降伏。頼みの毛利軍も一向に上陸してこない有様で、全く勝算が立たない状況になってしまったんだ。やっぱりね、仲間に裏切られ、絶望的な状況下で、諦めて降伏する機会もあったはずだが、村重は堅くなに諦めず、籠城すること1年、兵糧攻めに遭い、食料が底をつきかけた時、村重はわずかな友を連れて、城を抜け出し尼崎城へ。海が近い尼崎で、毛利水軍に救援を願う目論みだったんだ。今度はうまくいったのかしら？いや、村重が忽然と姿を消したことで、有岡城は、城主不在で大混乱。一気に士気が下がったことは、想像に難くないぜ。信長並みに家臣を振り回すじゃない。代わりに城を守っていた荒木久左衛門は、戦ができる状況じゃないと判断し、信長と和議を結ぶことに決めたんだ。そして尼崎城とは亡く魔城を引き渡せば、妻子の命は助けるという信長の条件に同意した。柔軟な人がいてくれてよかったわ。それで村重はどうなったの？一方の村重は、尼崎へ来たものの、毛利水軍が動かないことに落胆していたぜ。まったく、都合よく期待しすぎよ。旧左衛門たちが、残された妻子たちのために城を明け渡すよう説得に訪れたが、
村重には降伏するつもりなど毛頭なく、完全拒否を決め込んでいた。すると、村重の説得を諦めた旧左衛門たちまで、城に戻ることなく、姿をくらましてしまったんだぜ。ちょっと、城に残された人たちの命はどうなっちゃうのよ。当然ながら、説得に応じない村重にも、逃亡した旧左衛門たちにも怒り心頭の信長は、このように愚かな振る舞いが二度と起こらないよう、見せしめを刊行したんだぜ。ひどすぎるじゃない。まず荒木方の武将たちの祭司122人が、尼崎の七松で処刑された。ついで下級武士の祭司など、合わせて512人が4軒の家屋に押し込められ、火をつけられたんだぜ。無慈悲にも程があるわよ。その光景は、まさに阿鼻叫喚。人々は生きたまま焼かれてしまったんだからな。そしてその3日後には、村重の妻たちや一族の者36人が京都で斬死されたが、それでも信長の怒りは収まらず、荒木の残党を徹底的に追い込んでいったとか。それでも実しないなんて、村重は一体何を考えているのよ。自らの保身のために家臣を騙し、妻子たちを裏切ったんだからな。犠牲になった者からしたら、たまったもんじゃないぜ。こうして自らの所領で名を汚した村重は、その後も毛利家に亡命することに成功。己の非道を自覚して、自らを荒木道憤と名乗り、ひっそりと52年の生涯を閉じたんだぜ。ただの一人よがりじゃない。信長じゃなくても腹立つわ。さて、いよいよ最後の一人だぜ。天正8年1580年8月に、織田家切手の宿老佐久間信盛が追放されたんだ。信長の終わり時代から長年付き従い、常に中核で織田家を支えてきた人物だったため、周囲に与えた衝撃は、相当なものだったようだな。そんなに近しい人を追放するなんて、一体何があったの？その理由は、信長が信盛に突きつけた19箇条の折檻状にある。折檻状って、怒りの文書みたいなこと？そんな感じだな。本願寺攻めに対して、ろくに戦いもせず跳躍もせず、浅はかな城で持久戦に固執したことは、全く愚かなことであると書かれていた。本願寺を屈服させることが悲願だった信長にとって、織田家切手の動員力を誇りながら、目に見える戦果を上げられない信盛に、我慢ならなかったのだろう。実際サボっていたわけじゃないわよね。サボっていられる状況ではなかっただろうが、信長にとっては、信盛に与えたラストチャンスだったんだぜ。どういうこと？この追放劇よりも前から、信盛は幾度も信長の期待を裏切っていたってことだな。信長も若い頃は動員兵力も少なく、信盛が持つ武力を当てにした時代もあったんだ。しかし織田家が勢力を拡大していくと、周りに優秀な者が次々に現れてくるようになり、信長としても、信盛には重臣としてなんとか頑張ってほしいと思っていたのだろう。ところが、そんな信長の気持ちはつゆ知らず、信盛は、チャンスを棒に振り続けたんだ。なんだか信長の人間味を感じるわね。元気3年1571年、武田信玄が徳川領へ侵攻し、三方ヶ原の戦いが起こった。援軍として参戦した信盛だったが、味方を助けるどころか我先に逃げ出してしまう始末。同じく援軍として参加した平手広秀は討ち死にし、水野信元もまた勇敢に戦う中、信盛の軍勢だけが、死傷者を出すことなく撤退している事実に、信長が疑惑の目を向けるのは、仕方のないことだろうな。うん、逃げてるものね。このあたりのことも、折檻状の中に、兄弟身内や叱るべき不大衆が討ち死にでもしていれば、人々も不審には思わなかっただろうと書かれている。ちゃんと理由も書いてくれているのね。さらにこんなこともあったんだ。天正元年1573年、織田二条の救援にやってきた朝倉義景が、不利な状況を悟って退却した際、監視を命じられていた信盛は、うっかりその動向を見逃してしまい、その結果、信長自身が慌てて追撃に回る羽目になったんだぜ。うっかりなのか、やる気がないのか。戦は圧勝したものの、信長は大激怒。ところが信盛は、反省するどころかさらに空気を読まない発言をしてしまうんだ。何言ってくれちゃうの？そうおっしゃいますが、我々ほど優秀な家臣を他にお持ちですか？と。比叡殿口が言うのよ。霊夢でさえ、わかるのにな。どういう意味よ。ますます激高する信長を、他の家臣らが取りなして。なんとかその場は収まったものの、信長の中で信盛への怒りは増幅したに違いない。とはいえ信長にとっては、長年苦労を共にしてきた経緯があるから、無下に切り捨てることもできなかったのだろう。そんな信長の恩情にあぐらをかいてしまったのね。ただ本願寺攻めに関しては、相手が悪すぎたんだ。難攻不落で優秀な鉄砲隊を抱える本願寺を相手にするには、信盛には少々荷が重かったのだろう。ラストチャンスがあだになったのね。ちなみに信盛は退き佐久間と呼ばれ、撤退戦や持久戦には優れていたんだぜ。あらかじめ戦場の地形や気象条件を調べ上げ、いかに効率よく戦うかに重きを置いていたんだ。
早めに撤退を決めることも戦略の一つだものね。ただ信長の勢力が強くなるにつれ、撤退戦の機会は失われ、信盛が得意な戦術を披露するチャンスもなくなっていったんだ。だから信長の思いと相反していたのね。また信盛は、武力タイプでも知力タイプの武将でもなかったため、いたずらに手をこまねくばかりで、戦況は膠着状態に陥っていたのも事実だ。信盛の悲劇は、本人の至らなさもあったが、信長の人事も適材適所ではなかったということだな。情けをかけるなんて、信長も人の子だったのね。ということで今回は、信長を怒らせた家臣ランキングを見てきたが、霊夢、どう思った？ただ信長が短気だからってわけではなかったわね。ボタンの掛け違いがあったり、我慢の積み重ねがあったり、武将ならではのプライドが邪魔していたり、まあ何事も引きずらないためには、その場ですっきり問題解決させることかしらね。なんだか霊夢が立派に見えてきたな。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。